アイテム番号 SCP ニコニコ E オブジェクトクラスセーフ SCP ニコニコ E 特別収容プロトコル SCP ニコニコ E のオリジナルを保存した CD はサイトにて標準収容ロッカーを用いて収容されています。閲覧の際はインターネットに接続されていない PC を用い、閲覧後はオリジナル以外の使用した記録媒体すべてを復元不可能なフォーマット手順を経た後破棄してください。ロッカーの鍵はひろゆき博士が保管しています。また SCP ニコニコ E の担当者は常にニコニコ大百科の作成記事及び SCP ニコニコ EB にて示される SCP ニコニコ E に含まれる URL を監視し、 SCP ニコニコ E とその関連コンテンツがインターネット上に公開されることを未然に防いでください。説明。 SCP ニコニコ E は標準的なウェブページ用の HTML ファイルおよびそれに付随するいくつかの画像ファイルや CSS ファイル等で構成されています。ソースコードには特筆すべき点はありませんでした。文章は日本語で記述され、ニコニコ大百科というウィキ形式のウェブサービスの一記事であることが読み取れます。記事中の文章は SCP ニコニコ EA を参照してください。ニコニコ大百科は実在するウィキ形式のウェブサービスですが、該当する記事は過去一度も作成されていないことが確認されています。また、記載によれば SCP レポートへのリンクを含む記事中の URL はすべて実在しない URL です。記事の作成日、年、月、日であり、これは SCP ニコニコ E の発見日より未来の日付となっています。SCP ニコニコ E は、削除済み、後、特に問題なく財団に回収されました。発見者は、削除済み、SCP ニコニコ E、A。SCP 財団とは、世界規模で活動する架空の団体である。概要。英語圏のシェアワールド創作作品群 SCP ファウンデーションに登場する世界規模の架空の団体 SCP 財団とは創作する際の便宜的の名称であり、作品の中では単に財団と呼ばれる。財団は SCP と呼ばれる奇妙なもの、現象、生物、場所そのもの等の確保、収容、保護を目的として活動している。SCP の共通点は、人知を超えた存在、のみであり、例えば、どんな病気も治療する薬、キーボードで入力したあらゆる液体を販売する自販機、見ると溺死する絵画、人類とあらゆる生物を憎む不死身の爬虫類、すべてを粉砕消去する電動歯ブラシ、定期的に化け物が湧いて出る赤い水たまり、これらの物品の取り扱い方と概要を記したレポートをまとめたウィキサイトが SCP ファウンデーションである。それぞれの収容対象には番号が振られており、便宜的に SCP 番号と呼称される。ウィキの形であることからもわかるように、各 SCP や関連文書は登録したメンバーによって集団で創作されている。こういった形式の場合は完成度が低いものも混じりがちだが、このウィキではプラス、マイナス双方の、投票、精度があり低評価の票が集まりすぎたページは削除されてしまうため、結果的に一定以上のクオリティのものしか残らない仕組みになっている。日本では有志が SCP、ファウンデーション非公式日本語訳ウィキを立ち上げて翻訳を、また SCP 財団、日本支部サイト、にて創作なども言っている。二つ日本語版サイトがあることになり少しややこしいが、要するに前者は本家である英語版ウィキサイトの翻訳を、後者は日本語でのオリジナルの創作をメインとしており、協力、分担して活動している。他にロシア語、韓国語、中国語、フランス語、ポーランド語、スペイン語、タイ語、ドイツ語版の支部サイトもあり、各国語で本家からの翻訳や創作を行っている。なお、SCP、ファウンデーションのコンテンツには、特に指定がない限りクリエイティブ、コモンズ、表示、継承、3.0、CC、BY、SA、ライセンスが採用されており、非公式日本語訳ウィキの翻訳コンテンツにもこのライセンスが適用される。また、財団日本支部も同ライセンスを採用している。以上を遵守していれば、利用は基本的に自由であるが、SCP-173 の画像に限っては営利目的での利用は認められないので注意するべし。これから読み始める方へ。まずは上記非公式日本語訳ウィキ内の SCP 財団とは評価が高い記事のページからいくつかレポートを読み、慣れてきたならば番号順に読み、
その他の文書、という順番をお勧めする。また、上記 SCP 財団日本支部内の、評価が高い記事、から日本語オリジナルの SCP を読んでみるのもいいだろう。ただし注意すべき点として、中には、なんだこりゃ、といったジョークまがいの SCP や可愛い SCP も混じっているが、基本的には SCP、ファウンデーションはホラーテイストのサイトである。そのため、非常に恐ろしい SCP や、胸クソ悪くなるような後味の悪い SCP も多い。写真などで視覚的に動揺させてくるものもあり、中には実際の大怪我の医学写真を流用したとおぼしきものまで混じっている。性的な内容、あまりあからさまなものは少ないが、を含む SCP もある。閲覧の際にはある程度の心構えが必要である。選択的なカノン。SCP 財団の世界観には、大まかに共有されている設定は存在するものの、正解、は存在せず解釈は各個人に委ねられている。多くに共有された設定は、カノン、と呼ばれ、SCP 財団の呼称、オブジェクトクラス、研究員や機動部隊などの職種等がこれに当たる。しかしそれ以外の世界観や設定については各個人によって自由に解釈ができるようになっている。SCP 財団という呼称、オブジェクトクラスや研究員などの設定はカノンであるが、各 SCP やテイルにおける解釈、SCP 財団の規模などはカノンではない。特定の SCP が存在しているかどうかすらもカノンではないので、この SCP は私の世界観に合わないからこの世界には存在しない、というのもあり。そのため、特定の SCP に関する解釈等を押し付けるのは NG である。正解がない、ということは逆に言えば、間違いもない、ということでもあるのだ。オブジェクトクラス。各 SCP は、その危険度が、オブジェクトクラス、という目安で表示されている。主な3つのクラスは、危険なものから順に、ケテル、ユークリッド、セーフ、である。ケテル、人類全体にとっての脅威となり得る上に、安全に収容し続けることが困難もしくは収容不可能。ユークリッド、ケテルほど危険ではないが、解明されていない部分もあり、安全に収容し続けられるとは限らない。セーフ、安全な扱い方が完全に分かっており、その扱い方に従えば危険なく収容を継続できる。といった具合、この3つの他にも、完璧に破壊されるなど何らかの形で特異性を失った、ニュートラライズド、実は特異性のあるものではなかったと後から判明した、エクスプレインド、ケテルクラスの異常存在、現象にさえ対応、影響を無効化できる、タウミエル、等々の特殊なクラスもある。メジャーな SCP。SCP-173。最も有名、代表的な SCP がこの、SCP-173。である、英語圏の掲示板サイト4ちゃんの超常現象版で、怪談ネタとして創作された。この SCP-173 に触発されて次々に4ちゃんで SCP を創作する人が続き、ついにはウィキサイト、SCP、ファウンデーション、の誕生に至った。その名の通り SCP の、起源、と言える。誰かに観察されている時には全く動かないので人間を歪めたような不気味な彫像にしか見えないが、実際には生きており、しかも人間に非常に敵対的である。瞬き、するような文字通りの一瞬でも目を離すと、その間に近寄ってきて犠牲者の首を折るか締めるかして殺害する。要するに命がけの、だるまさんが転んだ。そのため、この SCP-173 が収容されている部屋に何らかの用事で入るときには必ず3人以上で入り、1人が目的の用事を済ませている間、残りの者たちが交互に瞬きをしつつ見つめ続ける必要がある。ちなみにこの SCP-173 の画像は、実は芸術家、加藤泉、氏が2004年に発表した実在の彫刻作品の写真である。その写真を見てあまりの不気味さにインスピレーションが刺激された作者が SCP-173 を創作したらしい。以前は猫の顔が描かれていていたずら好きだが無害な存在だった。という話が付け加えられることがある。それはこちらのジョーク記事、SCP-173-J、ジョーク記事は末尾に、J、がつく、を参照。なお、前述の通り、SCP-173 の画像に限っては一切の営利目的での利用が認められない。文章派営利利用可能。
これは財団本家の人が加藤泉氏に利用の許可を求めた際に加藤氏から提示された条件であり、これに違反した場合、利用差し止めなどの法的措置を検討しているため、SCP-173 の画像を二次創作に組み込む場合は一切の金銭授受を行わない方が無難である。SCP-682、殺害困難な爬虫類。でっかい爬虫類っぽい外見、最大の特徴は、回復力や体勢形成力が物理法則を無視したレベルで異常に高く、どんな手段を使っても殺しきれないこと。最初は重傷を与えたとしても死ぬには至らず、回復、変異してその手段が無効になってしまう。さらに立ちの悪いことに、人語を喋る高い知能を持つ上に人間や財団を憎悪しており、財団の収容下から脱走しようとして時折犠牲者を出す。これを危険視してか、確保、収容、保護、をモットーとしている財団としては珍しく、殺害方法を探している。他の SCP を使ってでも抹殺しようと実験を重ねているが、成功例がない。初期に捜索されたこともあり、その異様なタフさから、SCP-682 にこの SCP を引き合わせた時どうなるか、という形で、他の SCP の話の引き合いに出されることがある。さらに複数回の、脱走、を起こして財団に被害を与えているため、脱走、事案の典型として時折描写される。SCP-173、いや、SCP-96、といったその他のメジャーな SCP も SCP-682 と引き合わせられたことがあるが、戦闘の末に結局 SCP-682 を殺せなかった。ちなみにこの SCP-682 の画像は、2006年にロシアのサハリンの海岸で発見された、全長数メートルあるワニのような謎の生物の死体の写真が元ネタ。これは実は爬虫類ではなく、おそらくシャチのような海性哺乳類の腐敗死体だったと推測されている。SCP-96、シャイガイ、つまり、恥ずかしがりの男。奇妙に長い手足を持った、灰色肌で長身の人型の怪物。普段はおとなしくしており知性も見せないが、誰かが SCP-96 の顔を肉眼、映像、写真を問わずに、見る、と、SCP-96 はしばらく顔を覆って苦悶し、その苦悶が終わるや、顔を見た人間のところに猛烈な力とスピードで駆け寄って殺害する。例外として、模写ではこの現象が再現されない。ちなみに模写した人間は、これだけなら、顔に袋をかぶせとけばいい、で終わる話だが、SCP-96 から遠く離れた場所にいる者が写真や映像記録で SCP-96 の顔を見た場合でも、SCP-96 は何らかの超自然的な力でそれを感知して上記の行動に入る。どんな障壁を用意してもそれを超える力で突破されてしまい、その殺害行動を停止させることはできない。もともとはある山間部の野外に生息していたため、財団が SCP-96 を収容する前に偶然 SCP-96 を遠くから写していた写真が、財団が把握できない形で世間に出回っている。その写真の持ち主がたまたまある日写真に写っている SCP-96 を見る。SCP-96 は財団の施設を破壊して収容を突破し、その人物の元に一直線に駆け抜けていく。その途上で SCP-96 の顔を見た財団職員や地域住民も全員殺害されてしまう。当該の事案では、写真に写り込んでいた SCP-96 はわずか4ピクセルの黒点でしかなかったにもかかわらず、甚大な被害をもたらすこととなった。SCP-76エイブル、は、可能な、という意味だが、この場合は、アベル、のアナグラム、ないしはフォネティックコード、であると思われる。約1万年前に作られたと推定される黒い石造りの箱、SCP-0761、と、その中から現れる、超人的身体能力を持った男性、SCP-0762、で構成されている。SCP-0762は殺人を楽しむ異常人格を持っており、異空間から剣を呼び出す超能力や、その剣で銃弾を叩き落とす戦闘技術、頭を撃ち抜かれても戦闘を続けるタフネス、鉄の扉を素手で引き裂く怪力などを駆使して出会う人間を皆殺しにする。一応、不死身ではなく、銃で滅多打ちにされる、重量物で叩き潰される、体内から焼き尽くされる、などの完膚なきまでのダメージを負うと消滅する。しかしその後に時間を置いて、SCP-0761
1の内部の缶の中から復活する。大変危険な SCP-076、2だが人語は介しており、また人類を軽蔑しているが例外的に、敵に立ち向かう優れた戦士、には一定の敬意を払う傾向がある。そこを手がかりにコミュニケーションをとって交渉を行うことに成功し、一定期間、財団、の戦闘部隊、機動部隊オメガ7、に所属して活動していた時期がある。結局は SCP-076、2が制御不能となったためこの、オメガ7、計画は破綻したが、この戦闘要員だった頃の SCP-076、2や、機動部隊オメガ7、旗の SCP の関連文書で登場することがある。この SCP-076、2のように、人間型ですごいパワーを持っている SCP、は結構よく投稿されるらしく、そのほとんどは、X-MEN にいて、メアリー、スーっぽい、という感じの意見とともにマイナス投票がされて早期に削除される。この SCP-76 は初期に創作された SCP ということもあってプラス投票が多く削除から免れている。牧畜の知識が豊富、セム人、中東付近の各民族、の男性のような見た目、SCP-73、カイン、と互いに知り合いであり SCP-73 を激しく憎悪している。古代シュメール語を好んで使う。旧約聖書の物語はシュメール語が使用された古代メソポタミアの神話が起源とされている。などの点から、旧約聖書に登場する人物、アベル、を念頭において創作された SCP のようだ。その能力、危険度とは裏腹に、とある財団の問題人物に丸罰ゲームを教えられ、引き分けという概念に納得できず3週間後寝る。死体に触れると、削除済み、になる SCP の分泌物で作った爽やかドリンクを飲まされる。対象の好みのピザを具現化する SCP に肉てんこ盛り特大ピザを提供される。史上すべての枕を根絶する作戦に駆り出され、罵倒と共に所属移動を要請する。など、記事やテールによってはいじられる傾向にある。SCP-105、本名、アイリス。トンプソン。自分のポラロイドカメラ、SCP-105-B として登録、による写真を介しての遠隔視物質操作能力を持つアメリカ人女性。収容当初から模範的、協力的態度をとってきたことから、現在は自身の収容されるサイト17の職員として、限定的ながら社会的自由を許されている、人型 SCP としては珍しい存在。また、一時期財団の機動部隊、オーム、7の一部隊、チームアイリス、の主要メンバーとして、調査、情報収集任務に従事していたこともある。在籍中、その能力により多くの成果を上げたが、諸々のトラブルにより部隊は解散されている。そのわかりやすく汎用性の高い能力や、金髪壁眼という容姿設定、詳しい数値は伏せるが、結構グラマーめの身体データも設定されている、のおかげか。二次創作やファンアートの世界では SCP-76 と並んで人気のある人。反面、いわゆる、メアリー、スー、的な方面でも人気のある人で、一部のジョーク系 SCP ではヒロイン役、というかぶっちゃけ、薄い本要員、として動員される傾向の高い苦労人でもある。SCP-231、特別職員要件。お前はここへ隠されたメッセージを探しにやってきた。そうだっただろう？数あるケテルの中でも危険度はトップクラスであり、XK シナリオこと、世界終焉シナリオ、に結びつくことが明言されている SCP オブジェクト。SCP を構成するのは7人の女性、10歳未満の少女も含まれる。で、いずれも臨月の妊婦。とあるカルトの儀式の結果、彼女たちがはらんだ、何か、が生まれることで世界滅亡が始まるとされており、財団は今までに、出産を阻害する、処置、通称、110、モントーク、を実行してきた。現在までに6名が処置の失敗により死亡、または苛烈な処置に耐えきれず自殺しており、すべてにおいて重大な被害と死傷者が発生している。唯一残った1名、SCP-2317、のみが、最後の砦として強制的に生かされ、110、モントーク、を実施され続けている。それはお前を引きつけた。そうだろう、誘惑、陰謀、神秘、お前は答えを探し続ける。この、110、モントーク、が何であるかは、実は具体的には記述されていない。しかし、処置の間、悲惨な悲鳴を上げる。彼女の意識は明瞭に保たれ、何をされているのか理解しなければならない。
処置に携わった博士がストレスのあまり自殺した。財団のエージェントの中には、財団に反逆してでも SCP-231 らを救出しようとして射殺された者もいた。など、極めて悲惨な行為が行われていることが示唆されている。この SCP 解説を読んで、何をされているのか、と想像した事象すべてが正解となり、読者は自分の中にある暗黒面を暴き出される。別にパッサパサのクッキーをミルクなしで食べさせられて皆に笑われててもいいんじゃよ。SCP 屈指の鬱設定及び心理的トラップとともに、実はある仕掛けがページそのものに施されている。気になる人は HTML、データ削除済み。用語。様々な SCP で共通によく使用される、品質用語が存在する。D クラス職員。最低ランクの職員、D は、使い捨てか、の D とも。D14134、といったように、囚人番号のような数字で呼称される。様々な SCP において、実験や探索の際の捨て駒として使われる。例えば、使用すると危険が及ぶと判明している SCP をあえて使用させる。内部がどうなっているのか不明な SCP 建築物の中に、カメラ、通信機、GPS を装着させて侵入させる。など、多くの場合死ぬか、そうでなくともひどい目に遭っていることが多い。様々な政府と財団が取引して死刑囚を徴用しているという設定である場合が多いようだ。D クラスが財団からの命令に逆らうと、即刻、終了、原文は、ターミネート、解雇、契約終了、とも訳せるし、抹殺、とも訳せる、されるらしい。SCP、ファウンデーションのエキサイトが始まって初期には、D クラスは、数十日で定期的に、終了、される。つまり長くても数十日の余命、という設定もある程度広まっていたが、いくら何でも死刑囚の数が足りないだろう、という突っ込みもあり、後にはその設定に基づく SCP は減ってきたようだ。O5。O5 評議会、財団、の最高責任者たちであり、トップレベルの情報アクセス権を持つ、SCP 研究の現場からの様々な要請を時には許可し、時には却下している、O5-1、いや、O5-12、といった、O5、数字、で呼称される個人たちによって構成されている。XK クラスシナリオ。別名、世界終焉シナリオ。ケテルクラスの SCP の取り扱いに失敗した時に起きると想定されているもの。人類が絶滅し文明が消滅する。これを避けることが、財団、の主要目的であるともいえ、そのためにもいくつものケテルクラス SCP は、非常に厳重に封じ込め対策が練られている。逆に言うと、このシナリオを起こしうる SCP がいくつも存在しているという、恐ろしい現状にある。財団はこれらの最悪のシナリオに備えた地下施設、SCP-2000 も保有している。もし XK クラスシナリオが実際に起きてしまった場合でも、SCP-2000 だけは何とか守られるようにいくつもの防御機構が備えられている。人類が滅んでしまった場合には SCP-2000 が起動し、内部の人類合成機が猛烈に人口を再生産し、文明を復元、おおよそ人口が元に戻ったところで、また別の機構が起動して、まるでそんな出来事はなかったかのように、合成された人類の記憶を操作する。これによって世界の歴史全体を、リセットしてやり直すわけである。不思議なことに、財団はこの SCP-2000 をどのようにして開発したのか把握していない。さらに、SCP-2000 はすでに2回起動した形跡がある。つまり、ミーム。実在の進化生物学者リチャード・ドーキンスが、1970年代に自らの著書、利己的な遺伝子の中で提唱した概念。情報は、人から人に伝播し、変異し、進化していくことができる。この点が進化論における、遺伝子、ジーン、との振る舞いに似ていることに気づいたドーキンスが、そういった情報を、模倣庫、ミーム、と表現した。情報の伝播について研究する際に使い勝手の良い言葉であるため、この概念は他の学者たちによって研究、拡張されている。特に英語圏ネット上においては流行りの画像ネタテンプレネタを指してミームと呼ぶ。SCP、ファウンデーションには、ミーム的な SCP、ミーム汚染される、ミーム感染、等の表現が時々登場する。ざっくり言ってしまえば、例えば、その SCP に関連した特定の情報を伝えられるだけで、その SCP に影響されてしまう、
ようなものが該当する。イメージしやすい例で言うと、子供の頃の怖い話で、実はね、この話を聞いた奴のところにも、近いうちにそいつが現れるんだって、それをどうにかするには、この話を丸人に教えなきゃいけないんだって、という締めくくり方の怪談を聞いたことがないだろうか。聞いた後にその怪談を別の誰かに広めたことはないだろうか。ウイルスのように広まるその怪談は、ミーム的特性を持つ、と言えるだろうし、その怪談を聞いた者は、ミームを汚染させられた、と言えるかもしれない。ているとは、物語、ノイ、SCP の報告書、やその添付文書の形を取らない、小説めいたページ。報告書では語りきれない複雑なストーリーが語られていることが多い。ただし SCP の報告書と比べ、非公式な、そのテイルの作者の個人的な二次創作、といった印象で扱われていることが多いようだ。財団、以外の団体。ある一つの SCP のストーリーの背景として創作された団体が、他の SCP のストーリーでも言及されていくうちに徐々に設定が肉付けされていったもの、以下は単なる例で、他にも多数の団体が登場する。本家サイトでは一覧ページがある、非公式日本語訳ウィキでは、要注意団体、と訳されているが、利害関係にある団体というニュアンスも含まれるかもしれない。世界オカルト連合。略称 GOC、財団、と同じように組織立っており、政治的な力も持っている競合組織、活動内容も、危険で特殊な存在をどうにかする、という点で、財団、に類似している。しかし、財団、と大きく違う点は、その活動方針、財団、派、収容、保護、を基本方針としているが、GOC の活動方針は異常な存在の、破壊、である。そのために、財団、とは衝突しがちであり、また時には、無害だった SCP を破壊しようと刺激して危険な存在に変えてしまうような軽挙もやらかす。とはいえ、完全に相入れない存在、というわけではなく時には、財団、と協力することもある。また、財団が設立されなかった IF 世界、を描いた物語群では、おおむね、財団、の代わりとなるような主導的な立ち位置となっており、財団と同じような苦労をしているようだ。壊れた神の教会。SCP-882 発見と収容の直後に財団と接触してきた宗教団体。一部の SCP を自らが信奉する神の残骸として財団からそれらの返還を要求しており、強いてはその SCP の奪還のためには武力行使も辞さない過激な集団として知られている。この教会のルーツは紀元前にまで遡り、当時において口述のカルキズとの軍勢と激しい戦いを繰り広げたと言われ、彼らが該当する SCP の回収を行っているのはそのカルキズトラの再来に備えてのこととされている。サーキシズム。紀元前より存在する、崇高なるカルキズトイオン、と呼ばれる人物を祖とする魔術的宗教派の総称、ぶっちゃけ SCP 世界においては5本の指に入る超危険集団。この宗派の関係者はカルキズトと呼ばれ、邪悪な魔術あるいは呪術的な技法を用いて人間の肉体及び精神を変質させ、時に他の人間を醜悪なクリーチャーのようなものに作り変えたり、時に自分と何らかの形で同化させたりして今日まで世界のどこかで暗躍していると言われている。明言はされていないが SCP-610 もこのサーキシズム関連の事象である可能性が示唆されている。しかも SCP-2510 の記述ではすでにこのカルキズトたちの崇める、神、のせいで滅ぼされた世界がいくつかあることがほのめかされてたり。マナによる慈善財団。SCP を食料援助や疫病対策などの、良いこと、に積極的に利用しようとしている団体。どうも構成員たちは何の裏もなく、本気で善意で活動している、いい人、たちのようである。しかし SCP に関して今一つ理解、知識が不足なままに慈善活動に使用しようとする節があるため、財団から見てトラブルの元になることがある。異常事件化。アメリカ連邦警察、FBI の一部署、財団の失敗によって SCP が注目にさらされた事件の後に、こういった超常現象に対する捜査を行う部署を作るべきだ、という人々の声に応えて仕方なく創設された、要するに X ファイル化。しかし、財団、
の方が政治的コネクション個々人の能力、知識、財力、装備などあらゆる面で大きく上回っており、かつアメリカ政府上層部もそのことを知っているので、実は活躍は期待されていない。単に、FBI 内部の使えない人材の墓場になっている。たまに本当に SCP に関わってしまうこともあり、財団が何らかのアフターケアをしなくてはならない羽目になる。財団が設立されなかった IF 世界では、本当に有能な人材たちが超常現象にマジで対抗するためのガチな組織になっている。サメ殴りセンター。サメがいるけどサメを殴る筋肉がない。そんな時にサメ殴りで鍛えたスタッフたちが一生懸命あなたの代わりにサメを殴ってくれます。サメが溶岩を泳いでいる。目からビームを出すサメ。透明なサメが空中を泳いで襲ってくる。心配ご無用。我々はあらゆるサメを殴ります。たとえそれが特殊で異常なサメであっても、私たちは一歩も引きません。それが、サメ殴りセンターなのです。サメ殴りセンターでは同時に職員も募集しています。筋肉に自信のあるそこのあなた、一緒にお仕事してみませんか？サメを殴るだけの簡単なお仕事です。詳しくはウェブで。略称 SPC、その名の通り、サメを殴ることを目的とした団体である。活動内容はサメを拳で殴ること、常にサメを殴る方法を研究し、実行し続けている。SCP、を、SPC、と語気する人が後を絶たなかったので、ジョークとして生まれた。上記のようにサメ殴りセンター独自のサイトを持っているが、本家 SCP、ファウンデーションにもサメ殴りセンターに関するページがいくつかある。非公式日本語訳ウィキではこことかここ。クロスオーバー、二次創作。クロスオーバーとは、二つ以上の作品を互いにリンクさせ、混じり合わせること、オリジナル創作作品、特にアメコミの分野でよく行われるが、インターネット上での二次創作作品でも多く見られる手法である。特に、ファンフィクション、や、SS、と呼ばれる、二次創作小説の分野に多い。おのおのの SCP はオリジナリティを重視するので、他の作品の登場物をそのまま SCP として投稿する。といったようなことはあまり評価されず、大抵低評価が集まって削除されてしまうことが多い。しかしもともとインターネット掲示板4ちゃんの住人が集まってできたウィキでもあるので二次創作好きも多く、テールという形ではそれなりに存在している。それ専用のプロジェクトまである。ドーム、や、マイリトルポニー、のような、日本でも知られてはいるが、海外の作品、カフカの、変身、や、シャーロック、ホームズ、のような文学作品などもあるが、日本のアニメ作品とのクロスオーバーもある。なお、本家ウィキだけではなく英語圏の大手二次創作小説サイトなどでも、SCP の二次創作小説やクロスオーバー作品が多数公開されている。超常的で特殊な存在、であれば何でも SCP になりうるので、クロスオーバーさせやすいのかもしれない。例えば、数々のアノーマラスアイテムを格納した異次元収納機構を有する猫型自立機械、と嘘狂いと人間の少女の特徴を合わせ持つ侵略生物、人間の少女を SCP へと変容させる力を持つ異性生命、第二次世界大戦当時の軍事艦船をディフォルメさせた武装を備えた謎の生命体群、多種多様な SCP が内部で生息している日本国防省の異次元的空間、人間の血液を塗布すると着用者の肉体を SCP へと改造する仮面などなどは、SCP、ファウンデーションの世界にあったとすれば、財団が SCP として収容しに来るだろうし、